コモディティ化についてお話ししたいと思います。コモディティ化とは商品の機能や特性についての違いを消費者が見分けられなくなってしまっていることです。例えばなんですけども、お茶では綾鷹は濁りを売りにしてますが、実際に伊右衛門や大井お茶などと飲み比べてみるとわからないものなんです。でこちらがブラインドテストを行ったんですけども、ある方の回答では、大井お茶と特茶しか当たってないように、みんな違いがわからなくなってしまっています。全然わかんないです。同じ味1から3番全部一緒で、2と4と5が全部一緒です。こういったように企業側頑張って差別化を行っているんですけども、消費者にとってはその差別化は虚しく、その違いが見分けられない状態になっていることをコモディティ化と言います。